ちは、ボルドゥールサロン陽花です。先日の手芸フェアでいろいろと買ってきたんですけれども、その中でこちらのお家をちょっと紹介してみたいなと思って、今日動画を撮ってみました。これなんだかお分かりになりますか？こうね、ちょっとこう糸巻きとかハサミとか、あとまあ巻き尺にアイロンで、ちょっとこう窓のところにお花が書いてあったりで、ね、屋根もすごく可愛らしくて、こう切りっぱなしじゃなくって、なんかこうカーブを描いて可愛らしいんですよね。で、反対側も見ていただくと、こう猫ちゃんがいたり、まあ相変わらずこうミシンとか、まあ、いわゆるソーイングセットはこう書かれてるんですけれども、でここのあのハート型はあの取っ手、これね、すごくね軽いんですよ。もう本当にあの本当にね、もう何、指一本で持つことはないと思うんですけど、こういう感じであの持てちゃう、軽くてあのどこでも持ち運べるもので、でまあお家の床面積っていうんですかね、これはもうこういう感じで結構ね、あの広い床が結構広いお家でも上はスカスカで、これあの手芸道具ですってなった時に、これは一体何でしょう。じゃちょっとね、あの引っ張ってもしょうがないので、あの正解、まあ、何人かの方は多分勘のいい方はお分かりになってるのかなと思うんですけれども、これね、あの取れるんですね、これ取れるんです。取れるので、ここにハーダンガーで使うパールコットンの糸、使いかけの糸を入れましてかけるんですね。そうするとこう糸整理に、なんかこうとっても素晴らしいっていう感じで、これね結構あの収納力あって、多分ね、あの新品のパールコットンだとちょっとこことここの幅で喧嘩し合っちゃうのかなと思うんですが、使いかけの本当にこうちっちゃいもうちびちゃんみたいな感じのパールコットンが結構こう刺してると溜まってきますよね。で、特にこういろんな色を使う方の場合は、私もそうなんですけれども、とにかくいろんな色を中途半端にこう使ってこう残ってしまうっていうのがあって、ちょっとここ引っかかって、これね結構かけれるんですよね。で、こういう、まあ、ほとんどないけどちょっと捨てるのはちょっとどうよっていう感じの、あの人もこうやってあのしまえる、こういう感じであのしまえるんですね。ね、帰ってきて、あの手芸フェアから帰ってきて、まあ、手持ちのこういう使いかけの糸を全部かけてみたんですけれども、全部かけてもまだ余るみたいな感じで、ここにあの思った以上に収納力があったなぁと思ってます。こうやってどんどんかけていっちゃう、どんどん、なんか特にあの赤とか緑とか、まあ、クリスマスカラーで、まあ、その時使って、その後あんまりこう使わなかったりし
して結構こう中途半端に残ることが多いんですけど、まあ、そういう糸も全部このこれに通していると結構ねすっきり整理できます。こういう感じで、でちょっとこう糸が出ててもちょっとこの緑なんかひどいって方はしてるんですけど、まあ、出ててもそんなにこう見苦しくないっていう感じ。今落ちましたねこれが。で結構簡単に取れるのでもうこうはめてあのいい感じになるんですね。で私今まであのパールコットンの使いかけっていうのはこういうカルトナージュの箱、これあの教えていただいて作ったんですけれども、あのこのカルトナージュの箱にこう適当に使いかけのものをこうボンボン放り込んでいくって感じであのやってたんですけど、これ結構ね糸がぐしゃぐしゃになってきちゃうのと、あと底の方に入ってる糸色がちょっとこうよくわからないから、まあ全部こう中から出してあのやらなきゃいけないっていうのがあったんですけど、このお家はもうそういう悩みからすべてそういう悩みをすべて解決してくれるっていうそんな感じの商品で、なんか買ってきてよかったなと。あのこのうち、そうあの私が買ってきたのはこの色なんですけれども、まあ色っていうかちょっとこう気持ち色がついてる。他にね白木とあとちょっとグリーンっぽい本当にこう薄いグリーンで塗られてるあのお家があって、その3つのうちどれにしようかちょっと悩んだんですけれども、まあこれがリビング、うちのリビングちょっとこう結構焦げ茶っぽいの家具で統一してるので、まあこっちの方がいいかなと思ってこれを買ってきてみました。これ本当に軽くて、ここ持つとあのどこでも持ち運べるっていうのと、あとここが簡単に取れるっていうのと、あとねこれいいなと思ったのが、ここ結構床面積広いですよね。なのでここにあのこういう感じでこう物を置けるっていうのがすごくいいなと思ったんですね。こうやってちょっとしたあの小物を置いて、まああのニードルマインダーとハサミと針を置いて、でこういう感じであのかけて、今ちょっと分かりやすいようにあの反対側あの糸かけないんですけれども、でこうやっても持ち運ぶと家中どこでも持っていける。あの結構私一箇所で刺繍をしなくて、例えばリビングとかあと、まあ、2階3階、まあ、いくつか違う部屋で刺す、まあ、その時の気分によって場所変えて刺すので、そのたんびにあのこう刺繍の材料を、まあ、持ち運んで刺してるんですけれども、なんかこれだともうこれ1個持ってればなんか家の中のどこでも行けちゃうわっていう感じ で特にこれから、まあ、春を迎えて、で夏になって、そうするとあの庭でチクチクすることが増えるんですね。あのオランダって夏でも涼しくって、で蚊もほとんどいないので、であの夏になると本当夜11時ぐらいまで明るいので、刺繍はだいたい夏は庭で庭チクって言ってるんですけれども、あのお庭でチクチクすることがあの増えるので、これねもうこれからの季節本当にあのすごくいいなと思って買ってきました。
これ多分ね、本当なんだろう、このパールコットンの、まだ使ってないパールコットンは、私はアンティークのソーイングボックスに、足付きソーイングボックスにちょっとこう並べて、まあ、コレクションしてるんですけれども、こう使いかけのものをそこに並べるのはちょっとこうあんまり綺麗じゃないなと思ってて、でもこんなにたくさん糸あってどうしようっていう状態だったのを、なんかこのお家は見事に救ってくれました。ちょっと今見やすいようにもう一回糸は取っちゃうんですけれども、こういう感じです。